病状食品、病状食品株式会社、病状食品は東京都渋谷区に本社を置く日清食品ホールディングス傘下の食品加工品会社。主にインスタントラーメン、カップ麺の製造、販売を行う。日清食品、東洋水産、エースコック、産業食品などとともに日本を代表する即席麺メーカーとして知られる。 コーポレートスローガンは美味しさ、キラリ。この TOB は2007年、平成19年から解禁される三角合併の前哨戦の意味合いがあり、全世界同時株高の情勢の中、出遅れ気味で割安とされる日本企業への M&A や、それに高応した業界再編の動きが活発化するものと注目され、最終的には日清食品と明星の資本業務提携で、 決着した。なお、スティールパートナーズは日清食品自体の株式も大量取得して筆頭株主となっていたが、2008年末までにスティールパートナーズが日清食品の全株式を売却したことで、現在では対立構造は解消している。現在、一部終売になっているものもある。看板商品の明星チャルメラシリーズは 1966年、昭和41年9月7日に発売開始し、半世紀50年以上も続くロングセラー商品、ブランドである。袋麺のほか、チャルメラおじさんの顔をモチーフとしたナルトが入ったカップ麺も存在。特に袋麺は同社を代表する主力商品となっている。楽器のチャルメラが屋台のラーメン屋のシンボルとして使用されていたことから、 それにちなんで付けられた商品名でパッケージにもチャルメラを持つ屋台のラーメン屋のおじさん、後にチャメラ、おじさんと呼ばれるようになるが描かれている。また、同商品をモデルとしたプレイステーション専用ソフト、チャルメラも発売された。袋麺タイプは2004年、平成16年11月、長らく明星食品の特徴だった丸型の麺を他社と同じ角形に変更した。 ただし、他社の多くが二つ折り構造であるのに対し、以前の丸型と同様の面会場、特に構造はなく、面全体が一階になっているである。丸型の利点としては、鍋の形状に合うということが挙げられるが、四角型の面は表面積が広い分を湯に入れた際、ほぐれやすくなるというメリットがあると、水口幸宏のカオスだもね。 15巻を通じて経緯が紹介された。チャルメラの縦型カップは紙カップを使用しているが日清食品の産化になった後の2010年平成22年からカップヌードルなどで使われている日清食品が独自に開発したエコカップに理変わった。2010年9月、袋麺のデザインと麺の太さ、スープの旨味などを大幅にリニューアル。 ホタテの旨味を今まで以上に強めたほか、醤油、味噌、塩、豚骨などの各味の麺の太さをその味に合わせ形、醤油、塩は中細麺、味噌は中太麺、豚骨は細麺に整理した。2016年、平成28年8月、発売50周年を機に、袋麺、カップ麺の全製品を大幅リニューアル。 1966年の発売開始以来、長年親しまれたチャルメラのロゴの書体の衣装を変更し、同時に横書きから縦書きに変更となった。昭和41年のチャルメラ登場当初から、ラーメンの屋台を引き続けている同商品の看板キャラクター。ジャージ姿でひさしつき帽子をかぶり、客寄せのチャルメラを吹く、そ男性なので、通称。 チャルメラおじさんと呼ばれている。弾いている屋台の名が当たり屋であるという以外、本名も年齢も不明である。必ず猫、通称、チャルメラニャンコを一匹引き連れているが、猫の種類は主に黒猫。一時期、白猫や三毛猫が黒猫の代わりに登場した時期もあった。なお、当初この猫の名前は確定していなかったが、 誕生50年を記念して、広瀬すずとのコラボをした際に、新たに金の鈴を与えられ、鈴猫と定められることとなった。また、チャルメラおじさんのイラストも近年は、武将ひげのない、さっぱりした顔のバージョンにリニューアルされ、服装もラインナップごとに色合いが異なるものに変化し、登場時には、次の当たっていたズボンも新しくなり、履物も、 ゾウリからスニーカーに変更されるなど、時代に合わせて、服装も変化している。チャルメラ誕生50周年経過を記念して、2017年、広瀬ズとのコラボをした際に、いつも、チャルメラおじさんの側にいる黒猫をフォーカスした。黒猫には、金の鈴が与えられ、鈴猫の名前が付けられて、広瀬ズがそのキャラクターに噴して、パッケージや CM に登場している。また、 同年後半末には、この広瀬すずが演じる、鈴猫をモチーフとした、宝ミーの女児大将期世界人形、リカちゃん、鈴猫リカちゃんが当たるキャンペーンが行われてる。現在、他、明星の袋麺市場において、チャルメラと並ぶ、看板商品。当社が本来持っていた、ノンフライ麺の製造技術を活かし、スープに付加価値をつけたものである。 1981年10月に販売開始。当時は他の袋麺が1個70円だった時代に1個120円と強気の価格設定を行うが、本格派、プレミア路線が走行し、1981年の発売後品切れが続出、生産が追いつかなくなるほどのヒット商品となった。その前身として得意客向けに作った。 百貨店限定商品として1個280円300円という設定の中華飯店を販売したが、これも大ヒットしている。もっとも、これは市販向けの中華三昧を販売するにあたってのマーケティング目的で中華三昧販売のための資金席でもあった。その後は業界に一大ブームを呼び起こし、他社も日清飯店、麺香、麺飯、日清食品、花味、 山頂、上山鎮、東洋水産、洋婦人、マダムヤン、ハウス食品、通り居、通り居、山陽食品を販売するなど、ブームに追随している。1983年には、第1回、食品ヒット大賞を受賞。バブル期の1987年には、百貨店限定として、具材に、フカヒレやアワビなど高級食材を、惜しげもなく、使った1個1000円という、 進化3枚特別仕様という商品を販売し、これも大きな話題となった。高級つゆそばというコンセプトを打ち出した2014年4月21日のリニューアルで、それまで長年使用されていた、関東風、醤油ラーメン、北京風、塩ラーメン、四川風、味噌、ラーメンの缶が外され、オイスターソースと x o ビシオの豊純醤,醤油味。 カニコーユとエビビシオの海鮮塩味、天麺醤、トーチービシオ、トーバンジャンの濃厚味噌味となったが、2015年3月9日のリニューアルにて復活し、関東醤油へしゃげ麺、北京風塩へしゃげ麺、四川風味噌へしゃげ麺となった。ここでは、2016年11月までに発売されたタイアップ商品を紹介する。明星チャルメラの発売四十周年を記念して、 ラーメン店、品そば屋の店主である、佐野ミノルが調整した、佐野ミノルスペシャルスパイス付きの、病状チャルメラ限定醤油味、袋入りを206年、平成18年1月16日から、期間限定で発売した、袋のパッケージは黒色で、腕組みをしている、佐野ミノルの写真が目印。その後、佐野ミノルシリーズは、チャルメラ縦型カップ、中華三枚シリー。 一平ちゃんよ店の焼きそば大盛りにも登場した。なお、2010年9月20日に、カップ麺で限定味噌ラーメンが発売される。以下は、カルビーとのコラボレーション商品である、2003年発売、ローソン限定。えっと、多数、ミニラーメンチビ6は、1974年、昭和49年に発売開始し、1980年代初期にかけて、 製造販売されていた即席麺である。普通の袋麺よりかなり小型、十王十センチ四方ほどの麺が6個入れて、麺の小包み層はなく、6つが重なって入っている一つのパックになった風体の商品であり、普通の即席麺よりは量が多い分価格は高い。現在販売的に主流の即席麺5色パックよりは安い。その麺2個で、 普通の即席麺1個分に相当した。後期には、地域限定販売となっていた。また同様の商品構成で同社の主力ブランド、チャルメラを冠した、チャルメラミニ6も発売されていた。当時の千田光夫出演のテレビコマーシャルでは、退職官のお父さんには3個、CM では、チビさんと呼ぶ普通に食べたいお母さんは、チビに、僕、子供の夜食やおやつには、チビ1と1、 麺の量の調整が簡単にできることを売りにしていた。ちなみに、センダーミツオのタレントとしての黄金期として、本人が今でも話のネタにするほど当時はブレイクしたコマーシャルであり、商品の方も売れ行きが好調で、ラーメンが醤油、味噌味と出た後に焼きそばも追加発売された。なお、フジテレビで1990年、平成2年に放送されたシニア番組。 カノッサの屈辱第13回放送、1990年7月23日、関東地区、テーマ、インスタントラーメン帝国主義国家の戦線で、チビロクの遺物が紹介された。テレビコマーシャルは、大抵15秒のスポット CM が多いが、提供番組では30秒もしくは15秒2本で流れている。CM 冒頭には左上、もしくは右上に、 病状のロゴが表示される、など。ほとんどが過去、または提供終了であるほか、現在及び過去。では、即席ラーメン一般を、ミオジョ、ミオジョウと呼ぶが、この名称は、明星食品に由来する。今やブラジル国内では、どの地方のスーパーマーケットでもミオジョウを入手できる。ブラジルで最初に、日本から進出し、即席麺を、 製造販売した会社は日清食品であった。日清食品が競争相手の商標を獲得するには複雑な経緯があったが、結果として明星食品に先手を打った形にな。現在のブラジル日清は日清と味の素の共同経営となっている。日清の製品がミオジオの商標で売られ、後者の名前がブラジル全土に普及した。ミオジオは30年にわたり、 独占体制を維持できたため、即席ラーメンイコール、苗字王という図式が全国に普及した。1980年代に至り、産業食品が進出し、即席麺を製造したが、競争に勝てず撤退した。その後実診は、日清ブランドを宣伝しているが、一度普及してしまった。名称の変更は難しく、日清は一向に普及しない。日がを会社化した今日では、 ブランドの争いの問題は消滅した。現在では、進出企業のマギーや、ブラジル地場産業である、セブンボーイズ、パンコ、アレスコ、ベアータニー、カドー、バジョ、以下さらに数社の競争相手が出現し、百科総名の市場となった。競争各社はラマン、または、マカオインストントネを、即席麺と称している。カップ麺は、日清の、カップヌードル、 ブラジル国産品が独占状態にあったが他社はカップスパゲッティの生産で市場を分割している。カップヌードルは日本製の同盟商品と外見の類似性があるが味はかなり異なる。サンパウロ市の輸入食品雑貨店では白らいの中華三昧が国産品とは一味違う高級即席ラーメンとして販売されていた。しかし2011年後半以後すべての日本製。 即席ラーメンが店頭から姿を消した。理由は不明である。2013の上半期から再び現れ始めたが、高価かつ希少であり、種類が限られている。最近では、アメリカ製の札幌一番味はほぼ同じほか、中国製の出前一丁味はかなり違う。中国各地の地元メーカー製、韓国製の各種即席麺が販売されている。 韓国麺に対しブラジル日清は3種の唐辛子スパイスの強い国産品で対抗した。隣国のアルゼンチンではカップ麺を含め即席麺が普及せず、その存在すら知られてもいない。さらに隣国のチリでは他社のカップ麺が販売されている。中米のメキシコではカップ麺が主流で日清とマルちゃんが販売されている。メキシコ製の日清カップヌードルは ブラジル製のそれに告示するが、小袋入りの強烈なスパイスが付属している。スパイスは激烈であり、その強さは、ブラジルの唐辛子ラーメンとは、比較にならい。2011年2月12日放送の、お願い。ランキングゴールド美食アカデミー2時間スペシャル。テレビ朝日系にて、明星食品が紹介された。また、 同番組オリジナルの辛口審査員集団、美食アカデミーの面メ々ンメンに、病状製品を試食してもらい、本当に美味しいカップ麺の順位を決める企画が行われた。その結果、極む麺ちゃんぽんが見事1位に輝いた。2017年11月は、商品検査やその他の不正が日本国内で多数発覚した煽りを受けた形で、一平ちゃんや、 チャルメラバリカタトンコツ等、また、風乳添付油の取り違えで、評判や黒トンコツラーメン等の、それぞれ回収対象となった商品が存在する。なお、該当品目のうち、チャルメラバリカタ麺は前日の、鈴猫パッケージ品が一部該当する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。